なんか疲れてるから何が食べたいかも分かんない。ピーマン。ご飯がないからな。ご飯炊かないと。ピーマン、白菜、きゅうりとかって全部冷蔵庫入れた方がいいかな。玉ねぎも。めちゃいっぱい。めっちゃいっぱいある野菜。でも冷蔵庫パンパン。どうしよう。お肉とかがない。そうだから、そのお肉とかを買いに行く、その何ですか、時間がないんだよね。玉ねぎ常温、そう、常温の方がいいんだ。時間がなさすぎて、そもそも稽古場までが私遠くて、そう、キッチンくんはなんか作った方が良さそう。もったいないよ。作る記憶がもうなくなっちゃった。でもみかんとか、みかんもめっちゃくれたし、なんかパンもくれた。まあ最悪これはケーキを買ってとして、玉ねぎって常温の方がいいんだ。どうしたらいいの？常温にしたはいいけど。気に当たらないところに置いとけばいい。あ、やばい。じゃあ紙袋に入れますね。もう牡蠣も食べないと。牡蠣か。湿気に弱い。うん、やばい。じゃあ、ちょっと冷蔵庫入れてたから取り出さないとだね。これって富有牡蠣だからこのまま食べれます？食べれるか。今は冷蔵庫入れません。嘘でしょ。やばい、全部冷蔵庫入れてない。冷蔵庫入れないと入れないですぐ割れてしまうんだよね。置き場がない、もう本当に。いろいろこれもしまわないと。ここに持ってません？見えないか。皮むいたら冷蔵庫。しめじとかもあるからか。ちょっと待ってよ。
なとこに置いたって。トースターがあれなのに。ちゃんとあるものを食べないともったいない。かわいい岐阜県産チビキューだって。でもキノコは冷凍した方が美味しいっていうじゃん。だから冷凍室もパンパンなんだよね。完全に冷凍室がパンパンすぎてやばい。なんでこんなパンパンなんだろう。逆に減らなくて困っちゃう。困っちゃうな。でもちょっと待ってよ、マジでパンパンなの冷蔵庫が。パンパンなんだよね今。あ、これが届きました。これを頼んだの。ちょっと待ってね、マジで何をどうしたいか分かんない。なんかさ、サムギョプサルに使った肉あるじゃないですか。それしかないんだよね、お鍋するとしても。まあ変ではないか。お肉とかがないから困るの。白菜もめっちゃある。白菜かな。こうやって悩んでる時間がもう無駄。もう泣きそう。もう泣きそう。と言って作んないのもあれだし、一人暮らしやだ。どうしたらいいの。文句言わないで鍋食べるか。ちょっと涙出てきたもん。ほら顔赤くない？もう分かんない。泣いてる。分かった、鍋にする。鍋にしても冷凍餃子が余ってるから冷凍餃子を。でもそんなめっちゃお腹空いてないんだよね。もう本当に自分で鍋の出汁作るわ。もういや。
りあえず白菜入れるじゃん。白菜入れて餃子入れようかな。ごめんなさい、私ちょっとイライラしてる。もう自分が何もできなくてごめんね。ちょっとイライラしてる。もう冷凍餃子入れちゃうわ。よくわかんない鍋になりそうだけど、黒胡椒ニンニク餃子で、しかもこれもう幅取ってるから、これをジップロック入れればいいんだね。あと3つは夏に食べます。ごめんねみんな。あ、やばい、もう沸騰してきてる。ごめんね、ちょっとイライラしてる。もう本当に時間なくてやだ。でも白菜なんであまり水入れすぎてもあれだから、あ、水もないやつ。餃子美味しいよね。しかもだってこれ黒胡椒ニンニク餃子だから絶対に美味しい。納豆しめじ入れる。しめじ、うわめっちゃ固形のしめじ入れます。くれたしめじを冷凍庫に入れます。今日もゆめちゃん可愛かったです、嬉しい。来てくれたってことかな。ジップロック詰め替え作業。こっちはしめじに。キムチの素とか買ってくればよかった。キムチはあるんだけど、キムチだけ入れてくれて嬉しい。なんでこんな冷蔵庫パンパンなん。もう単純にアイス買いすぎ説あるけど、ちょっと待って、一旦冷蔵庫整理しますね。あと何入れたら美味しいですか。何味にしよう、何鍋にしよう。何鍋がいいかな。
豆腐ないんだよね。とりあえず本出しと、鶏ガラ入れます。味噌ってさ、マジで、あの赤味噌、赤だししかないんだけど、それでもいいわけ。でも餃子入れちゃったよ、めっちゃこぼしたし。もう無理。本当にこのみんなすごいね、こうやってやって料理してる人いるんかな、本当にすごい。そしたら何もできないから。鶏ガラと本出し入れました。入れたから何って感じなんだけど、入れた。鍋だとやっぱ雑になっちゃうよね。そういうもんか。うわ、もう何入れたらいいか分かんない。あんま美味しくなさそう。これをポン酢で食べればいいのか。冷蔵庫、の方がいい？これはお母さんが。白菜は切ればいいんだよね。わかりました。見て、しかもミニ白菜。よし、でもまだ元気あるから。でも本当は今日自炊する気なかったんだよね。明日のこと覚えなきゃいけないから、今日こんなことやってる暇はないと思ったんだけど。ため息ばっかついちゃって。見て、かわいいの。これ見せたか、もちまる。もちまるフリーザーバッグっていうにゃんこの。かわいい。買ってみたんだ。これ切ったらいいの？白菜って普通に食べやすい大きさでってこと？あー、めっちゃ落ちた。本当に自炊、みんな自炊してんのかな？みんなどうやって生きてるんだろう？コンビニとかかな？いや、本当にみんな尊敬する。本当に仕事の時何もできないから。ああ、
と落とす。あ、でもいい匂いはする。してるの本当にすごいね、みんな。いやでも毎日コンビニとかなのよ、結構最近。だからさすがに体に白菜がちょっとやばいかなと思って、ちょっと今は自炊してみてるけど、もう限界です。やってるだけでも限界。いや、今日は本当は、うん、頑張ったからラーメン食べたいって思ってたんだけど、一旦我慢しちゃった。そう、定時じゃないからね。白菜って冷凍できるの？もう冷凍室いっぱいなんだけど。冷凍しない？切ったら冷凍できる？え、じゃあちょっと冷凍しようかな。半分だけ冷凍するわ。半分だけの意味が分かんないと思うけど、ね、半分だけって何って感じだよね。私も意味分かんない。今回はだいたい冷蔵できる。そうなの？こんにゃくはダメなの？白菜は冷凍がおすすめらしい。そうなんだ。じゃあ半分冷凍しよう。まあでも鍋食べるよね、きっと。私の冬は冷凍ならめっちゃ潰していいかな。アイスをお昼食べるわ。買いすぎた。冷凍します。もうパンパンやってだから、鍋はだいぶ美味しそう。はあ、疲れる。ごめんね、今だけ始まってそんな経ってないのに疲れたとか。疲れたばっか言って。きゅうりは冷蔵庫？でもだいぶすっきりしたよ、なんか。えのきだ。えのきさんは一旦冷蔵庫に入れときますね。豚肉とか買ってこないとだね、これ。こ
効率いい女になりたい。この前の料理配信もめっちゃ効率悪かったじゃん。だからちょっとね、なんとかこう思った時にやんないと本当に何もやらないでほったらかしになって汚いままになっちゃうから。そうでもとりあえずお肉とかを冷凍できるように冷凍庫まで開けるとこから。卵は買ってきた。うん、できた鍋。もう鍋で頑張る今日は。これさせよう。ポン酢、ポン酢。これがあった。キムチポン酢。これで食べます。あ、疲れたね。これだけで。暑いかな、こんなの持ったら。いや、頑張ります。この方。わ、ベーコンのいい匂いする。お母さんがベーコンをわざわざ焼いて送ってきてくれたの。優しくない？じゃあお皿に移したことない。あとね、ブロッコリーもね茹でてくれた。実家の味しそう。うん、なんかこのベーコンだけでお母さんのレッスンってすごくないですか？朝ごはんも食べないとね。なんかブロッコリーのレシピありますか？ブロッコリーをあんまりなんかそのまま食べるの好きじゃなくて。一応味噌をかけてもらったんだけど。なんかありますか？いきます。テレビつけていい？
一回茹でてあるけど、あーごめんなさい、すごいごめんなさい、すごいごめんなさい。親愛なる見ないと。いただきます。すっごいガッツリ味付けちゃったけど、結局ポン酢で食うんかいっていうオチです。あ、炒めればいいのか。あ、すっごい餃子が崩れる。すっごいポン酢入れちゃった。いただきます。そう、マヨネーズ嫌いなんですよね。うん、いっぱい茹でてあるの、ブロッコリー。跳ねそう。うん、おいしい。美味しいです。うん、あとベーコンと炒めようかな、じゃあ朝。あ、ポトフにするのもありかも。いや、本当よ、凛ちゃんの方が忙しいよ、私なんかより。全然凛ちゃんの方が忙しいです。ゆうなちゃんと笑ったこと、横で笑ったこと。りんちゃんのメールね、すごいって言うね。私もメール頑張んないとって思ってるけど、何書いたらいいんだろうって。すっぱ、ちょっと汁足していいかな。アヒージョね。今日はその稽古が終わって公園にね、タクシーで向かったんですよ。で、私あんまり、まあ、自分が運転できるからっていうのもあるんだけど、結構なんだろう、人の運転とかを見ちゃう人なんですね。別に得意なわけじゃないんだけど、そんでどうしてももうタクシーで40分くらいかかったのかな、道も混んでたりして、うん、まあ朝も地味に早かったし、ちょっと寝たいなって思ったの、タクシーでね。そうなんだけど、なんだろう、その運転手さんが、うん、なんだろう、
すごい、下手っていうのはあれだけど、なんかめっちゃ慌ててたのかな、なんかよくわかんなくて、なんかめっちゃ、あれって、タクシーの時ってブレーキがめっちゃ気になるのね。で、なんか首都高って、首都高乗ってても普通に酔うんですよ、私は。もう首都高ってめっちゃぐるぐるするじゃないですか。だから、首都高で酔うんだけど、一般道だったの、普通にね。そう。で、なんかもう、こう座ってても、うわんわん、こうなるの、ブレーキで。なんか、そう。で、私これで、酔っちゃって、あんまりタクシーで酔うことないのよ、一般道で。多少ちょっと窓開けてたら大丈夫なんだけど、こうなって酔っちゃって全然寝れなくて、そう、で車線変更もなんか一回左折したのになんかまた右車線に行こうみたいなしてて、なんかそれでクラクションプーって鳴らされてて危ない危ないと思って、そう、そういうので余計寝れなくなっちゃって、まあ、むずいよね。むずいんですけど。今日はちょっと珍しく。酔いました。いやどうなんだろう。でもなんか、まあ、せっかちな人もいるじゃん、絶対。別に急いでくださいって言われてなくても急ごうとする方とかもきっといるだろうから。なんか個人営業のタクシーとかもこの前話したか、怖かったっていう。もうめっちゃなんだろう、香水じゃないけど車内の匂いもすごいし、なんか、そう思う。だから最寄り駅でそのタクシー、その人大体その人なんだけど、見かけたらもう諦めちゃう。え、分かんなかったの、個人タクシーってことが分かんなくて。そう、でも普通にすごかった。なんか、タクシーも値上がりしたんだよね。辛い、待って。辛。いや、じゃあニンニク餃子の、ごめんね、喉鳴っちゃった、ゲップじゃないですよ、餃子の辛い。
しかもスーパーでさハーゲンダッツの芋見つけちゃって買っちゃった2つだけ。あとオイコスって安いスーパーだといくらくらいですか？安いスーパーってかスーパーでどんくらいですか？なんか今日行ったスーパーはなんかあんまコンビニと変わんなくて2つしか買わなかったんだけど、150円くらいか。うん、オイコスは、あんまり深く味考えたことないけど、私ブルーベリージャムが好きで、そう、ヨーグルトのジャムっていうかブルーベリー味が好きで、普通に美味しい。もったりしてるよね、なんかヨーグルトが。もったりしません？なんかもったりってわかる？なんか重い重い食感。うん、初めて食べた時ビビって。嘘、もったりしてるからってこと？違う、あんまりなんか特にあそことか特に感じなかったけど、確かになんか重っと思った。なんか、混ぜるじゃん、かき混ぜるじゃん、なんか重っ思ってなったけど、あ、まあちょうどいいサイズかも。でも炭水化物食べてないからお腹空いちゃうかな。でもこれもそうじゃない？ちょっと今まだ開けてないんだけどさ、これもさ、私全然なんかあんま普通にチョコの味するんだけど、人によってはなんか変な味するって人いる。でもこれを美味しいって感じるときは本当にストレスが溜まってるんだなっていつも感じる。でも豚イカンは絶対これ買っちゃうんだよね。罪悪感なく食べれる気がするから。そう、豚イカンただのチョコなの。でも人によってはやっぱね、ちょっと変わったりするって人もいるらしい。ストレスたまる。もシーツ変えたいのにもう体力なさすぎて変えられない。布団のね、寒いもん、寒いってなって起きちゃう今日。寒かったね。と、寝まんならいかんのシーツで寝てる寒いやろ、もう絶対寒いやん。変えないとシーツ。今日布団から出れなかった。もうこれでラスト鍋かも。まあちょうどいい量だったかもしれない。ちょっとしょっぱすぎた。でもいろいろこっちもしょっぱいし、ポン酢もしょっぱいみたいな感じだから。
今日はその歌のね、舞台の歌のそう稽古があって、でこのネオンキッズの歌も笠野坊光さんっていう先生なんですけど、ジョンマイラブの時も笠野坊さんって多分有名な方なんですけど、でそう私一回だけ会ったことあって、そのジョンマイラブの立ち上げの時の初めての顔合わせの時にそういらっしゃって、そうね、多分わかんない、覚えてたか覚えてないかわかんないんですけど、なんかジョンマイラブの時お世話になりましたって。そうでも一回しか会ったことないから、多分一期の人とかは何回か、お前水飲む、合ってるんですけど、私2期だったんで合ってなくて、お会いしてなくてが正しいね。からなんかまあ他の方もミュージカルとか結構やってるして、今日もでも私とかはミュージカル経験そんなないから、なんかミュージカルってこうはこうでみたいな、歌い方がこう違ってみたいな、例えばそうジョン・マイ・ラブの歌だとって歌ってくださって懐かしいと思って歌ってくれたジョン・マイ・ラブの歌ちょっとだけだけどワンフレーズくらい、うわーってなっちゃった。お腹いっぱい、もうなんか何でだろう、しょっぱいからかな、めっちゃむくみそう顔。あ、今日は珍しくツインテールしました。特に理由はないです。単純に気分。食べたから、でも今日だけどこの野菜とキノコを取ったから多少元気になりそう。食べた、ごちそうさまでした。でも洗濯は全然なくて、これも多分今日は洗わないし、そう今日の寸劇はなんかそう、その緊急ニュースの時はちょっと緊張感を持って言ってって言われて、あ、はいって言って言ってたかな、
ちゃんとお芝居じゃんと思って。なんか基盤できたのかなこれ。吹いてても基盤でくるものかな。そうだよね、寸劇もお芝居だもん。食べました。洗い物まで付き合ってくれたりします。もうすぐやる今日は。基盤で来る。でも基盤で来るの早くない？だいぶ基盤できてるね。そういうことね。偉いってみんながみんな偉くない？嬉しい。じゃあ洗い物しようかな。歯もマジで可愛い。可愛い。マジで顔綺麗。ノーマルなのにめっちゃ可愛い歯。明日コロッケ部の配信あるのか。いいな。私はガチガチにお稽古です。ガチガチにお稽古です。でも見れる方はぜひ私に関してのコメントもしてくれると嬉しいな。すいません。どんな感じになったかみんなも教えてください。多分見れもしないので、すいません。えりこちゃんとゆずこいか、うれぴー、テレ東鳥もも映ってたんですか。全然あのそのシーン撮った記憶ないんだけど。よし、ごちそうさまでした。洗い物します。よっこらしょ。お皿置いてくるわ。熱くなかった。よいしょ。にょっ。
にょにょ、すごいもう。身をつけようか。ついでにお風呂をためよう。ごめん、ちょっとお風呂。止めた。最近ね、一瞬その配信中にお風呂で止める、お風呂を止めるっていうことをするんですよね。すんまへん。よいしょ。もう生活まんま見せてるけど大丈夫ですよ。アイドルらしからぬ一般人みたいな、言ったらこれ一般人がやってることじゃない？だって洗い物もさ、なんかこんな、お風呂入れたりとかさ、一般人、別にアイドルじゃなくても逃げる。時間は有効活用していきたいんで、ライバーさんの方がもっとちゃんとしてるかな、やっぱ。そうだよね。でももしアイドル辞めたとしても、なんかこういう配信系は辞められない気がする。でもやめるならプツってやめたいんだけどね、本当なら。ちゃんと生きてるんだよっていうところを見てもらう。と思ってる。わかんないけど。インスタ以外を消したい。ツイッターはもしかしたら残すのかな。ツイッターってなんか今の時の子ってあんまやってないから、特にツイッターって書くことないし。わかんないけど。生存報告はするんじゃない？
こう見えてだっておしゃれとか好きじゃん。好きじゃん。お洋服とか好きだから。もうインスタ映えやりそうだね。そんなやめてから何するかによるだろうけどね、私が。みんな的に、まあこれは別に気になることなんだけど、私がもし卒業したとするじゃん、みんな的に何してほしいんですか。女優さんとか、それともなんか、まあ、辞める理由にもよるだろうけど、例えば今は結構流行ってるであろう別のとこでアイドルしてほしいとか、全然何でもいいです。願望で。みんなとか女優さんとか、まあ読めなくても YouTuber とか、なんだろうね、もう普通に幸せでいいよとかまあいろんな人がいるだろうけど、優しいね、本当にみんな優しい。私のファンの方はみんな優しいから、わかんないけど何しても許してくれそういい意味でね。どこかで輝いててほしい。いい言葉それ、すごい言葉。なんか輝いていられるかな。仕事はしたくないね。でもいや、めっちゃお金稼ぎたいなっていつかは。でもそれはでも割かし早い段階がいいのよ。なんか家族で旅行とか行ってみたいなってあんまり行ったことなくて、私の時計そうなんです。実はね、になった恩返しと言いますか、だけど旅行にみんなで行きたいっていうのがありますね。だからそれはやっぱさ、それはそうなんだけど、早い段階の方がいいのかなって思っちゃう。なんか次の自分の人生に、例えば先の話だけど結婚とかもさ、いけそうじゃないですか。洗い物終わり。そうっていうね、いうのもある。終了。ありがとう、終わった。よし、じゃあランキング見ますか。これわかるわ、ちょっとだけ。1時半には寝たいな。平杉太郎ありがとう。明日も稽古なので頑張ります。もしかしたら午前中にショールームするかもしれん。まあできれば午前中にしたいかな。明日も結構ハードなので。
午前中にやった方が元気な気がする。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。ランキング読みます。13位ワイキアとマーク、今日も一日お疲れ様、明日も頑張ろうさん。12位ももかちゃん、11位ゴンさん、10位すみれちゃん、9位しんすけとマークなどりどんさん、8位コアとマーク、おやありがとう楽しかったよさん、8位7位リュストさん、6位サイトアットマークアインチさん、5位 TK トンからアットマークタイのナトリドンさん、4位サザビさん、3位アカネちゃん、2位ユナちゃん、1位タさんです。ありがとうございました。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。毎日みんな褒めてくれてありがとう。じゃあ一旦明日朝ショールームするよっていう感じにしときますね。10時過ぎとかかな。よければ皆さん時間あれば見てください。それではおやすみなさい。バイバーイ。